はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。こんにちは。今日はね、もう紹介しようと思ってるのは、こんなカメラね、これオズモポケットっていうね、僕前から使ってるやつですけど、今回ご紹介しようと思ってるのがこちらね。これ今三脚つけちゃってますけど、フェイユテックさんの方から出たフェイユポケットという商品になりますね。まあ基本的に僕今まで使ってたオズモポケットとね、同じようなカメラになるんですけど、一体何がね、違うのか、まあ後発品ですから、何がじゃあ、良くなって出たのかっていうのをね、お伝えできたらと思ってます。ではでは。はい、どうも、とりあえずね、今回これ実はね、また TS トレードさんっていうところから、お送りいただきました、レビューオファーでね。実はね、これね、前に4月5月くらいに、こちらのデモ機があるっていうことでお借りできたんで、それを借りてね、実はもう実際の映像とかも全部ね、動画自体完成させて、どうしようかなと思って流す、もうね、アップして流そうかなと思ってた段階まで作ったんですよ。でもね、実はね、その時、こいつ多分僕が借りたデモ機の調子が悪かったのか、でもね、多分ね、まだこういろいろバグが残ってたような感じだと思うんですよ。映像とかがね、結構こうなんていうかな、あんまり綺麗じゃなかったですよ。それでね、まあ結局ボツ動画にしたんです、僕の動画はね、作ったんですけど。で、今回、実際は発売するっていう段階でまたね、言っていただいて、こちらね、お送りいただきました。で、実際ね、もう撮影した、映像は後でお見せするとして、一応ね、その機材の紹介まずしたいと思います。基本的には小型の、ね、ジンバルカメラなんで、ここがね、三軸ジンバルで動く感じになります。今電源入れてないからこんなフラフラになってますけどね。はい、で画面なんですけど、これはオズモ、ポケットよりもちょっと大きくなってます。ちょっとね、電源入れましょうか。ちょっと大きくなってるんでね、なんていうか見やすくなってます。でもうこれの段階でも分かると思うんですけど、画角がね、広くなってるんですよね。これはね、後で実際撮ってきた映像があるんで、それ見ていただいたらいいかなと思いますね。で、録画ボタンと、ファンクションボタンかな。ファンクションボタンって言っていいかわかんないけど、まあ、メニューボタンみたいなですね。で、マイクがあって、電源ボタン。これ長押しでね、電源が入っています。で、背面ね。背面なんもないです。下がね、三脚ネジね。これ大きいんですよね。これがついてるの。これ、オズモポケットついてないですからね。これまた後で説明しようと思いますけど、下三脚。で、USB-C のポート、充電ポートがあって、ここに SD カード入れるとこね、こんな感じです。で、他にお送りいただいたやつでね、一緒に送っていただいてて、こんなやつも送っていただきました。スマホ取り付けるやつなんですけどね、こんなやつ。これね、専用のオプションで、ここに付けれるようになります。こうやって、スマホをね、はい、こんな感じで付けれる。で、ミニ三脚も送っていただきました。フェイユテックさんのやつね。だから撮影スタイルとしてはこれが一番ベストかな、こういう感じでね。もしくはまあ、だからモニターが一応あるんで、スマホなしでね、こういう感じの撮影っていうのがいいかなと思います。すごくコンパクトに収まってますね。で、あとはね、そうそう、商品自体に同梱しているものは、あともうストラップと給電ケーブルだけです、本体ね。だからこのミニ三脚とこのこいつは別売ね。あと、これも送っていただきました。この伸びるやつね。まあ、これで、だから、さっきちょっと見てもらいましたけど、画角がね、オズモポケットより広いので、多分ね、普通に、なんていうかな、自撮りするんだったら、これいらないかもわからないですね。この自撮り棒っていうか、延長ロッドね。はい。まあ、これもね、シンプルな延長ロッドでね、僕、いいなと思ったんですけど、まあ、逆にね、ここの先っぽがね、だいたい角度ついたりするんですけどね、こいつまっすぐなまんまなんですよね。これがいいのか悪いのかって言ったら、融通効かないっていうのは確かにあるんですけど、その分ね、しっかりしてる。だから、逆に僕はこう結構気に入ったかなと思います、この延長ロッドね。はい。ということで、そしたらね、とりあえずこの、まあ、最初にね、もうね、オズモポケットとこのフェイユポケットのこの違いね、大きな違いっていうのが、
僕思うところで3つあります。まず1つ目一番大きいんですけど、さっきからちょっと触れてる画角ね、実際のところは後でね実際撮ってきたもうそのままの映像、音量だけはちょっと調整しますけどそのままの映像を流すんで、それでね、このオズモポケットで撮った映像も比較で出しますから実際見て判断してください。全然ね違います。同じところで撮ってます。大丈夫です。同じところ全部のね解像度とかで比較はしてないですけど、一応ね、そういうのは比較できる映像は撮りましたんでね大丈夫だと思います。はい。で、なんていうか一番大きいのは画角で、2番目にやっぱりこの三脚ネジ、これが大きいですね。これがあるからこのミニ三脚とかをこうつけてね、コンパクトにこうね、このアクセサリーというか拡張できますよね。こうやって置けますもんね、こうやってね。だけどオズモポケットの場合はこれ何にもないんですよ本当にね。だからここのね、なんていうかな、アクセサリーつけるような、ここちょっと外れないけど、ここのところに、ちょっとつけてね、なんていうかな、アダプターみたいなのをつけて GoPro のマウントみたいな、ユニバーサルマウントっていうかな、2本ピュッと出ててこうガチャンと組み合わせてネジみたいなんで横から止めてですね、でそれを組み合わせて、例えば延長ロッドとかこっちにもそういうGoPro のそのユニバーサルマウントのやつをメス側をねつけてガチャンってやってこう設置するみたいな。だから何せねこいつだけだったらねカメラは確かにシンプルなんですよ。スマートに持ち運びもできるし、だけどねそのアクセサリーに関係にねこうなんていうかなこうつけるのがすごいめんどくさい。いっぱいだからいろいろ結局持ち運ばないとなんか何でも対応できないんですよ。だけどこいつの場合はとりあえず三脚ネジ穴があることによってある程度ねこうなんていうかな対応できるので、これはいいと思います。であと3つ目、後でまたねちらっとは紹介しようと思うんですけど、スマホのアプリね、があって、それと連動してね、このジンバルのコントロールができる、機能があるんですけど、こいつはね Wi-Fi を内蔵してますこの中にで、このオズモポケットはね、なんでこれも内蔵せんかったんか、もう分かんないんですけど、実はこの下の USB-C のところにガチャンってなんかね、Wi-Fi ユニットを組み合わせてね、それじゃないと Wi-Fi が使えない。なんでこんなわけのわからん仕様になってるのかよく分かんないけど。で、その Wi-Fi ユニットとかも当然別売。ね。だから結局ね、荷物は多くなるしね、オプションだからお金もかかるしね、あれなんですよ。なんかね、なんかちょっともうちょっとどうにかならんかったのっていうのがね結構あったりした製品だったんですよ。だからやっぱり後発品なだけあってね、そこら辺のところは改善してます、ね、だから僕が使ってデモ機の時は画質だけがねちょっとどうかなと思いましたけど、今回かなり改良されてるんでね、実際の映像をね、見ていただいたらいいかと思います。まあ、とりあえずね、あと主な違いっていうのはこちらの方載せておきます。バーンね、こんな感じになってますんで、あとはね、映像を本当に見ていただいて、やっていただけたらと思います。判断してもらったらね、と思います。はい。じゃあ、もううだうだ言ってても仕方ないんで、実際の、撮影してきた平常9席の映像ですけど、またね、どうぞ。はい、今、4K60 フレーム、右手、フェイユポケット、左手、オズモポケットでの、テストです。できるだけ同じ方向を向けてますけど、画角が、フェイユポケットの方が広いので、ちょっと映り方が違いますけど、こんな感じになります。走ってみます。
揺れ方は多少、右手左手で違うと思いますけど、まあちょっと小走りに走ってます。はい、4K60 フレーム、のテスト終わります。はい、今、4K60 フレーム、右手、フェイユポケット、左手オズモポケットでの、テストです。できるだけ同じ方向を向けてますけど、画角が、フェイユポケットの方が広いので、ちょっと映り方が違いますけど、こんな感じになります。ちょっと走ってみます。揺れ方は多少、右手左手で違うと思いますけど、まあちょっと小走りに走ってます。はい、4K60 フレーム、のテスト終わります。はい、今、4K60 フレーム、右手、フェイユポケット、左手オズモポケットでの、テストです。できるだけ同じ方向を向けてますけど、画角が、フェイユポケットの方が広いので、ちょっと映り方が違いますけど、こんな感じになります。ちょっと走ってみます。揺れ方は多少、右手左手で違うと思いますけど、まあちょっと小走りに走ってます。はい、4K60 フレーム、のテスト終わります。はい、どうも、今ね、動画のテストをして、ちょっとあそこへ電車が走ってるんでね、それをちょっとスローモーションでね、撮ってみようかなと思って、今線路の方に歩いて行ってます。近鉄の奈良線っていうね、です。さっきから写真撮ってたやつはね、この後ろに、あります。朱雀門。まあ、僕、カメラのテストでね、結構この平城宮跡っていうとこね、よく来るんですけど、まあ、とりあえず人がいてないっていうね、それがいいですよね。まあ今日平日なんでね、余計人いてないですけど、まあ
特にこのコロナ云々言っててね、やっぱ人混みはちょっとっていう感じの時には特にね、まあいい場所ですよね。あ、まあ電車がね走りますけど、今はね、フェイユポケットマイクもね、内蔵マイク、で撮ってます。 4K60 フレーム、手ブレ補正オンの状態ね、手ブレ補正モードっていうか、なんかそんなのがあるんですよね。画質か手ブレ補正かみたいなね。電子手ブレ補正で多分画角がちょっと狭くなってるんでね、だからジンバル制御プラス、その電子手ブレ補正がオンになってるような、状態だと思います。じゃあここでね、スローモーションのちょっと撮影テストやっていきます。はい、どうもいかがでしたでしょうか。結構ね、まあ、色合いとかは好みがあるかもしれないですけど、その4月5月でねデモ機借りた時はね、これがひどかったんですよね。なんかノイズというかね、なんかがすごく混じってて、で今回送ってきていただいた製品にもなんかこうメモ書きみたいなっていうか説明書みたいなのが入ってましてね、ファームウェアちゃんとね最新版にアップデートしてから、使ってくださいとあったので、もしかしたらですけどやっぱりまだ、バグが残っててそういうことになってたのかもわかんないですね。もう本当に改善してますね、そのあたりはね。でまああのあとねちょっと紹介しておきたいのが、このスマホの方とね接続して使うやつなんですけど、これがね結構面白いんですよね、特徴的というか。で、まあ、電源を入れて上から下にやるとメニューがこう出てくるんでね。で、これ Wi-Fi っていうのがね、あるんですよね。これ Wi-Fi っていうのがあって、ちょっとピントが、うん。だここに、ID、パスワードが出てくるんですけど、もう見えちゃってますけども、全然ね、いいですけど。で、この状態にして、これオープンって書いてあるんですよ。オープン。なんかオープンって表現もおかしいような気がしますけど。で、これをね、入れることによって Wi-Fi 機能がオンになります。でこれをやってあげてからスマートフォンの方で、設定のね、スマートフォンの設定のところでこの Wi-Fi ね、を選んであげますね。でそうするとパスワードね、聞いてきますんで、それパスワード入力してもらって接続をしてから、フェイユーカムというねアプリ、フ
PayUCAM というアプリになるんですけど、それを立ち上げます。で、カメラね、リアルタイムプレビューっていうのをやると、これいいかな、はい、こんな感じでね、映すことができます。このアプリの中でもね、まあ、基本的な操作ね、だから設定関係とか、あとこうジンバルの動かすのとかね、こういうのもここでできるようになってるんですけど、特にねこのFayUCAMの、特徴、面白い機能としては、このマークとこのマーク、このマーク、これね、これを押すと、ちょっと押しますね、モーションコントロールっていうのになるんですよ。これ何かっていうとね、ちょっとこれ下向きましょうか。ちょっとね、こういう状態なんですけど、この水平、このスマホが水平の状態がカメラが水平な状態なんですよ。で、こうスマホを動かすとね、上向けるっていうか、こうやると上が映ってみたいなね、これでね、なんていうかコントロールできるっていう機能があるんですよ。これはね結構面白い。だから今見ていただいたように、あまり遅延がなくこう動いてくれるんで、で、なんていうかな、ちょっとどっかにこうやって置いてね、置いてこう撮影するっていうかね、っていうこともできますよね。その遠隔で撮影するっていうか、動物とか撮るのもいいかもわかんないですね。ちょっとね、ちょっと置いて離れて撮るみたいなね、なんかいろいろ使い方が、こう幅が広がるっていうか、そういうふうな機能になります。だから基本的なジンバル機能はね、もう多分いろいろ他の方も、細かくね多分やってたりするし、僕も過去でねジンバルいっぱい説明し、解説してるやつもあるんで、まあジンバルとしての基本機能は同じです、大体ね。なので、まあ、ぬるぬるした綺麗な動画を撮れるアイテムですからね、それにそういう機能に関しては基本的にこいつもこいつも一緒です。あまり差はない。映像を見てもらってもそんなにね、どっちの方が強力にこうね、なんていうか揺れがないとかいうことはあんまりないと思うんでね、はい、あとね、そうそう、こいつね、手ぶれ防止機能が電子制御のやつも入ってるんで、それをオンにしたらさらにね、ちょっと画角は狭くなっちゃいますけどね、結構強力に手ぶれを補正してくれるっていう機能もあったりしますんで、まあでもね、まあ基本的にはだいたいそのあたりの機能っていうのは似通った機能になってるんで、特にね、特徴があるっていうか、もう一番便利なのはやっぱりこのあれかな、三脚ネジ穴かな。あともうが、まあ当然画角が広いね、三脚ネジ穴、 Wi-Fi 積んでる、これもう3つに鍵、もう何が言ってたの、そう、3つ、もうこれ3つでもう買ってると思う、こいつにそう思います。もうこいつの場合だったら、僕だったらあれですね、このセットですかね、ケースにこいつ入れてミニ三脚をとりあえず持っとけば、なんか撮りたいなと思ってもとりあえず対応できるっていう感じになると思います。まあ、正直音声はね、別撮りにしたいところはあるんですけどね、まあちょっと急な、なんかこれ撮りたいなと思った時に回すカメラとしては、まあ、こんだけのセットあればとりあえずいけるかなと思います。オズモポケットの場合はね、なんかね、なんていうかな、いろいろちっちゃい荷物ですよ、だけど持っていかないと、いざなんかその使えないっていうかね、ああ持ってきとけばよかったなんていうことになることが多いんで、はい、そのあたりが非常に困ってたんでね、それを改善してくれた、いい製品だと思います。はい、細かいね、製品の仕様につきましてはメーカーのホームページとかを概要欄の方にね、リンク載せときますんで、そちらの方で見てください。ちょっと前までね、クラウドファンディングでいろいろやられてたんですけど、多分正規販売をもうされてると思うんで、まあAmazon とか見たらまだ載ってな、今ね、動画公開するときは載ってなかったですけど、多分今から徐々に、そういうのも出てくると思うんで、まあ僕もね、後で修正して載せれたらそういうリンクも載せておこうと思います。そしたら、今日はこの辺で失礼します。細かい話はまた見てください。さよなら。